見えたかな、あのが何感じだと見えない。そう、まあ、私たちも今日ねどんな写真か知ったんだけどさ、そうこれが私の写真でございます。見えるかな、見えにくいね。まあハートしてますね。10期結構ハート作ってるメンバーいたんですけど、まあこの写真が選ばれました。まあ、個人的にはっていう感じですけど、まあみんなが喜んでもらえるお顔だったら、お顔というか感じだったら嬉しいなと。これはパッツンですね、パッツンの時の写真になります。なんかこうやって見るとめっちゃリップ薄いね。これね、私1着目だったんだよね、撮ったの。そう、1着目だったけど、まあみんなが喜んでもらえるお写真になるのならいいかなと思います。大事にしてください。そしてピンクのワンピースです。そう、かわいい、ありがとうございます。今はあれですね、ミキタンたちとかがやっています。たくさん描いたよ。終わってからもなんか巻きだったので後半はあれだったんですけど、終わってから付け足しました。ありがとうみんな。お洋服買ってたのね、ピンクって意見ね、なかなかなかったんだよね。黒がやっぱり多いから、そしたら私以外みんな黒でした。あ、なんか風船ありがとうございます。そう、ピンクだったけど、なんか最初のサインしてる時のなんか一人目だったっていうか一組目だったからあんまり漏れてなくて、なんか髪の毛もなんかボサボサだったから個人的にはうーんっていう感じ好き、ありがとうございます。よかった、みんなありがとうございます。汚れなかったよ、大丈夫。手形替えの時はすごい嬉しいなんか何したらいいか分かんなくてさ、名前呼ばれるのって思ってたより、嬉しい、ありがとう。今日夢でミクルンが留年したって言いながら笑ってました。どんな夢何その夢、面白い。フェイスシールドね、フェイスシールド私たちも化粧崩れちゃうから、なんかさ鼻が当たるんだよね、だからめっちゃ鼻のここ崩れてて最悪だった。名前の呼ぶ、どうなんだろう、紙に書いてある通りにやってるからわかんない、何順なんだろう。そう、何の服かめっちゃ迷ったんだけどね。次はあれですね、オンライン、何ですか、ツーショット会とありますね。なんか、耳ちっちゃいから撮れるのかな、もうめちゃくちゃ撮れるんだよね。だからさ、なんか、そのなんか担当の方に、私顔大きいですかねって聞いた、めちゃくちゃ痛かったもん。そう、ありがとうございます。緊張あった石津が帰ってきた、ショールームしてたあ、終わったえ、でも知ってるよね、出ること。あ、知ってる、よかった。石津がね、今ね、練習してるの。あ、ゴミ箱しか映ってない。今は、ミキタンがアシスタントしてた、サイン会。アシスタントした？うん、ありがとうございます。もう終わった？どうした？あ、本当に？うん、なんだ、石津終わった、ありがとう。じゃ15分の通知来たら終わりにするね。なおさんのアシスタントしてました、見てたよ、スクショして。した
こんばんは。ありがとう、ありがとうございます。でも2回目だったからなんかやっぱ慣れてるというかさ、撮影会、ねえねえ、撮影会ってなんかあれらしいね、30秒間あるらしいよ、ツーショット。30秒間の間に写真撮って余ったら喋れるみたいな、さっきなんかエゴさんのショールームのコメントで書いてあった30秒か、これどういう風に撮るんだろうね、わかんないよね。なんか私たちもさ、わかんないからどんな感じなのでしょうかね。国会が1枚10秒だもんね。うん、3倍どうなんだろう、30秒撮ってとかしたらさ、時間なくなっちゃうよね、うん、電波とか、うわーやだな、どうだろう、時間余るかな。もうなんか事前になんかメールとかで何々するって決まってたらなんかあれなのかな。いいねそれ、うん、先に考えとくのはありかも。30秒って結構長いよね、多分。長いかな、長いか、多分。でもお人喋ってたらあっという間だよね、多分。説明動画出てたんだって。あ、 YouTube に載ってるらしい。 見た、載ってるんだ。でも8月の29だからなんだかんだあっという間の1ヶ月になりそう。そうそう、最初に写真撮って余った時間でみたいな、あのおしゃべりって感じ。もおしゃべりで言ってもなんかトーク会ほどのおしゃべりできないかもしれないけど、でもわかんない、オンラインだから書いと、話したいこと書いておけるかもね、メモで、忘れた時用とかに。うん、それはいいとこかも。28日ありがとうございます、待ってます。熱はなんだっけって話、うん、確かに熱だけど忘れちゃった、あるね、よく。頑張れ、ありがとうございます、遊びに来たよ、ありがとう。初見さん、写真ね、推しと写真撮れるってなかなかないからね、ぜひ皆さんミクロンとたくさん写真撮ってください。あ、なんか判明だったら、あ、確かに良くないあるかもしれないよね。やだ、それはじゃあもう判明記念で。そうだね、待ってます、たくさん思い出作りましょう。その今のご時世だからできることではあるから、オンラインってまあ直接話せるのが一番なんだけどね、うん、本当は。ラフセンありがとうございます、たくさん、こんばんは。いいね、うん、あ、そして、ね、私のお手手は綺麗になりました。爪になんか入ってるけど、赤いの手はね、けど綺麗、こっちは大丈夫だけど綺麗です。手は綺麗に取れた、イエーイ。あ、星もいっぱいありがとうございます。6回ね、8月29なんだかんだ、うん、リンゴ、レインボースター、あ、レインボースター、あ、え、あ、ほんとだ、イエーイ、シズからレインボースターもらいました。そう、なんかね、さっきシズとなんかアバターが欲しくてなんか一生懸命ね、そう、あの星を投げてたんですけど、私は北野ルカさんと、あ、なんかそう、アバターをまず見たら石津と
あと中井梨花さんのアバターがあって、え、いつの間にゲットしてたんだろうと思って、え、石津野に設定したんですけど、あの2個引いて、そう、エゴさん出るかなと思ったらちょっと残念ながら出ませんでした。出るまで頑張ろう。え、出るまで頑張ろう。欲しい、エゴさん欲しいな。でも10期が出てたのびっくりした、ね、あ、そうで、石津はミキタン引いたの。そう、1回で。おはよう、ありがとう。なかなかできないよね、だってもう運だよね。でも500個って結構大変じゃないですか。私めっちゃ大変だなと思ったんだけど。ピエン、私もエゴさんが出るまで頑張って見たいと思います。あ、今日ブログ更新日で書いたので更新されると思います。みんな待っててください。爪、何？爪長いと、え、そうかな。でも爪で洗わなくない？頭ってすぐ伸びるんだよね。爪、もう爪もすぐ伸びるし、髪の毛もすぐ伸びる。前髪をそろそろ切らなきゃいけないなと思っています。あ、いっぱいハートありがとうございます。なんか今日いつもと顔が違います。最近はナチュラルメイクを心がけているんですけど、意外にそうでもないですね。ブログ楽しみ、ありがとう。初めて見たけど可愛い。ありがとうございます、初見さん。今日あんま漏れてない日なんですよ。今日はなんか家出る前に前髪にケープをかけたらなんか失敗して、なんか変になっちゃって、前髪がね。で一回水で濡らして乾かしたの、家出る10分前に。でもう一回巻いたんだけど、ケープでガチガチにしちゃったから、もう前髪が言うこと聞かなくて、なんかもう変な髪型でサイン会挑みました。ピエン、ほっぺたし、ありがとう、嬉しい。こんばんは。あ、だるまさんありがとうございます。こんばんは。サインめっちゃ嬉しい。書いたよ、みんなたくさん書きました。みくるんすけありがとう。ハイビスカスありがとうございます。担当者が変わっていますね。ハイビスカスですか、ありがとう。縦にした方がいい？縦も横も変わんない？めっちゃ久々に見た、ありがとう。昨日のエゴサのソロライブ行ったんですか？行ってないです。いけません、関ヶ原のやつは。はい、もう8月6日のソロライブはもう絶対に行きたいです。なのでもう早く8月の予定表が欲しいですね。うん。すぐに確認する。あ、ありがとう。なんか熊のメダルありがとう。めっちゃ久しぶりに見た、ありがとう。おかえり、そしてありがとうございます。だるまさんが、うん、終わってたくさん書いた。なんか巻いて終わってって感じだったから、もう次の順番もあったし、最後の方の方はなんか最初の文章だけ書いてありがとうございますって言ってたけど、後で終わった後に書きましたのでご安心ください。さてもありがとう。ありがとう。生誕祭楽しみね。いつなんだろうね、生誕祭。8月6日に生誕祭じゃないことは祈ってる。ミクロンは今大阪から帰る新幹線の中、うん、お疲れ様。かわいい、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。みんなありがとう。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。
当日に、当日だったらまだいいかも。ピンクのワンピースありがとうございます。こんばんは。生誕祭はたくさんウクロンのファンが当選することを祈ってます。まあでも当選しやすいのかな、その優先的にはどうなんだろう、けどたくさん会えることを待ってます。痛い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 、指がつっちゃう、指がつっちゃう。本当に可愛い、ありがとう。あ、ミキタンから LINE が来てる。ピンクの服と LINE が来てます。うん、ありがとう。みんな同時だと、じゃあ2日か3日がいいかな。いつなんだろう、縦の方が打ちやすいかも。でも縦だとなんかドワッとなんだよね。ありがとう。生誕当たったらミクロサイ振ります。ありがとう、ありがとう。ダメだ、なんかごめんね、縦とか横にして。こんばんは、ありがとうございます。当たるように祈る。当たってほしいな。こんばんは、ありがとうございます。生誕がいつだろうと何とかして、何とか、ありがとね。いくらん今日もこれありがとう、ありがとうございます。あ、静香みずきさん、さつまいもがあの2段目にいますね。え2段目にいる。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとう。いくらしか買ったん、ありがとう。アイコンかわいい、シナモンだ、かわいい、ありがとう。シナモン、あ、生誕ティー、あ、生誕ティーをね、実はね、私あの受け取ったんですよ。だからね、ファンの方に見せたかったんだけどね、今ね違うとこにある。え、バッグね、個人的にすごくあの私好きですけど、なんか名前が載ってるからさ、生誕バッグミクルン、なんかすごい自己主張激しい生誕バッグになっちゃったんだけど、すごいね、みんなに見せたい。ゲットできました。でも届く前にみんなに見せちゃったらあれかな。バッグはねすごくね、あれですね、そうで、あのミキタンと生誕ティー交換して、で石津もねもらってくれたの。あげるね、うん、待ってて待ってる。そう、嬉しい。 T シャツはね本当にどんだけあってもねいいのよ。今はレッスンで着るから。そう、自分はそう、今週末、あ、今週末ね、じゃあ楽しみにしててください。結構自分の中では思ってたよりもいいかもと思っています。あ、ハートありがとうございます。生誕グッズ、お、じゃあ届くね、楽しみ、イエーイ。オリンピック、あ、オリンピック見てるんですか。オリンピックね、よくわかんないのよ、ごめんね。サッカー男子日本メキシコ2対0で勝ってる、おめでとうございます。日本頑張ってください。去年のよりは着やすいかも。あ、それはそうだね。去年はでもミー好きなんだけどね、女の子っぽくて、なんかミクルンらしい、まあでも1回目の生誕ティーだから、あの前面にミクルンらしさを出した生誕ティーだとは思うんですけど、まあ、みんなね頑張ってね、あの公演とか東海で来てくれてね、ありがとね。
恥ずかしいと思うんですけど、そう、こんばんは、ありがとうございます。オリンピックね、スポーツはね、私あの運動神経はそんなに悪い方ではないんですけど、見る分としてはルールがよく分からなくて、はい、そうです。でも今ねテレビをつけたらオリンピックですもんね。ブログ更新、お、ありがとう、みんなブログ見てください。今日は早めに更新できたなと思ってます。あ、風船ありがとうございます。今日はね朝メールに書いたんですけど、ブルーベリーのヨーグルト食べたんですね。そうで煮卵1個食べてきたので、お昼ご飯なんかお弁当を当てたんですけど、ご飯半分食べちゃったのけど美味しかったの、だからまあまあまあっていう感じなんですけど、気持ち的にはそうお肉だったからさ、ちょっとねどうしてもご飯半分食べちゃった。本当になんか勢いで全部食べそうになったんだけど半分で抑えた、やばいやばいと思って。今日も可愛い、ありがとう、また見るの、ありがとう、遊びに来たよ、ありがとう。飛騨牛、そう飛騨牛、でもあれ飛騨牛って本当の飛騨牛なのかな、え、嘘まあ、確かにお弁当には書いてなかったよでもね、なんか紙に飛騨牛って疑っちゃダメか、でもそう、なんか飛騨牛が4つあって、なんか石津は魚選んで、うん、アナさんも魚選んでたよね、うん、で、ミネタンとはやかちゃんと私がヒダギ選んで、わかんない、かのちゃん何、なんか最後は悩んでたんだけど、かのちゃんアスパラ、アスパラアスパラかわいいね、アスパラなんだ。そう、そう、でもなんか脂身のないお肉だったなとは思います。個人的には脂身のあるお肉苦手なんですよ。なのでサムギョプサルは好きなんだけど、意外石津はね、サムギョプサル好きじゃないの。そう、だから韓国料理みんなで食べに行ったらなんか頼むもん、え、一時期すごかったよね、サムギョプサル頼んで、なんかUFO チキンも頼んで、でっかいスイーツも頼んで、もうキンパとかトッポギとかすごかったよね、あの時やばいなと思う、あの時はみんな好きだからね、どんどんしっかり食べたね、面白いな、5人で行って、5人ね、今までで一番食べたのなんい、それかな、みんなで外食行って韓国赤からも、あ、焼肉の後に鍋食べた焼肉食べたくて、そう、焼肉をみんなで食べに行ったことないってなったんだけど、赤からにも焼肉あって、お肉頼んだ後にお鍋しましたね。締めのチーズリゾットね、あれでめっちゃお腹いっぱいなの、うん、正直あの時ねチーズリゾットいらなかった、うん、まあ美味しかった、まあ美味しいです。最近は5人で外食は行けてない、最後5人で行ったのいつだろう、思い出せないもん、うん、買って食べるとかコンビニ、コンビニだったらもうほぼ毎日相手を、うん、けど外食、うん、本当にわ思い出せないね、あ、5人で外食っていうかあのマック食べたあの椅子のとこでおーいいのかってね、うん、私たちのそこ場所だから意外とね、うん、ここら辺にいるんですよ、そうそうそう、ここら辺にいるんですよ、本当にそこら辺にいるんですよ、確かにそれだわ、あ懐かしい、だから外食という名の外食は行ってないというか、なんかあのね5人がねなかなか揃わないんだよね、そうだね、そうアンダーとかあったり、石津があのリスの配信もあったりとかしたので、そう5人揃わなかったりとか、そうだけど毎回なんかリカちゃんがあの天下一品行きたいって言うんですよ、だけど天下一品はあの5人で揃った時に行くって決めてるんだけど、うん、全然行かないよね、全然揃わないよね、全然行かないね、本当に行かない、あ
ト屋とか、あ、行ったりする、ね、うん、最近でも行かないかも、なんかみんなちょっと飽きてきちゃったのかもしれない。あ、風船アイスクリームもありがとうございます。5人が集まると、え、いやそんなことない、5人集まって食べ物の話はそんなしないよね。でもうん、そんなしない、食べながら違うこと話す、うん、基本ずっと喋ってます、うん、本当に。なんかここ最近、前回の公演からミキタンには会ってなくて1週間で、ボイトレの日からユニンには会ってなくて、久しぶりに今日会ったんだけど、なんかリカちゃんがなんか可愛いこと言ってたの、なんかピンク色のものを見たらミクル思い出しちゃうみたいな、なんかミキタンもミクルさんに早く会いたいからみたいな、早く行く今日はみたいな、え、可愛い、どうしたのと思ってびっくりしました。来週お誕生日、わーい、おめでとう、みも誕生日、みんな、みんな本当によく食べるよ。なんか結構なんだかんだ、あ、太っちゃうとか気にしてるけど、多分本当にそれ気にせず食べてね、多分すごいよね、うん、本当にすごいと思う、みんなたくさん食べる、みんな食べない、小食な子いないね、小食な子いない、みんな食べる、だからみんなでねご飯行ったらすごいと思うよ。だ、食べ放題じゃなきゃ多分ダメだよね、あみんな行くなら。年少2人とかすごいよね、今ちょ今が一番食べる時期なんじゃない。いや、いいことですけどね。今めっくん、あ、誕生日おめでとう、嬉しい、ちょっとの期間同い年だよ、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、うん、ありがとう。め、あ、そうだ、ショールーム絵文字使えるようになったんだよね。ね、すごくいいですね、すごくいい、絵文字つくだけでね文章の雰囲気も変わるからとてもいいです。いいね、ありがとう、いいね、ありがとう。あ、なんか15分全然過ぎてたので、あのスクショタイム終わったら終わりにしたいと思います。はい、スクショタイム、スクショタイムです。カシャカシャ、ありがとうございます。18日公園でミクル見たとき色の白さは、いや、石津の方が白いよ本当に。いや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 、あなたも、あなたも白い、うん、なんか黄ばんでる、イエベかも、キベミクルありがとう、ね、ブルベだといいな、じゃなかったら化粧品全部違う言ってる言って、ちょっと色を変えた方がいいよ。え、でも今日思った、なんか首と顔の色違うかもと思って、え、なんか気にしてるよね結構、うん、いつも公演前聞くよね、うん、違う色って言うけど一回も違ってないんだよね。なんかリカちゃんにいつも言われる、下地すごいつけるじゃん、顔真っ白じゃん、けど、でも違和感ないのそれが、それいいことなのかな、かわいい、ありがとう。水曜日、あ、そうだね、当たってありがとう、待ってます、皆さんありがとうございます。今生誕 T シャツ買ってきたよ、おお、ありがとう、みんな来てね、みも配信で来たいと思うので、皆さんでたくさん来ましょう。ってことで皆さんありがとうございました、見てくれてありがとう、ありがとう、だったらブログ見てね。
バイバイ、ありがとう。